ね、2曲続けてお届けするんですけども、1曲目は愛は9番目という曲と、あといちごジャムという曲なんですけども、まあそうですね、愛は9番目という曲は、身近にあるからこそ、身近にいるからこそ忘れてしまうその愛だったり優しさだったり、そういうのを改めてまた感じてほしいなと思って、この曲を持ってきました。そして私が、オリジナル曲を書いて一番最初にできた曲が愛は9番目では、愛は9番目でもあるので、ぜひ皆さん聴いてほしいなと思います。そしてですね、次の曲が、いちごジャムといいまして、もうまさに新曲ほやほやな曲になってます。ちょっとね、切ない曲なんですけども、ぜひこの2曲、ちょっと 愛が関係する曲 2曲持ってきました。ぜひ聴いてください。お願いします。